どうもこんにちは、平井博明です。人がいっぱいいますねそうですちょっと茨城県じゃありえない人の多さなんですけど、ちょっと今日ダイモンのパフォーマンススタジオ来てるんで、一回ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとエレベーターですね。なかったらどうしようだった、階段だったらね、うん、これはえーと5階にあるということなので、5階にこれですね、ダイモンパフォーマンススタジオに。ベトナム料理食べてからね。そうです、4経由の5ですねファン群、こういう感じですね。こういう、あ、ちゃんとスリッパまで用意されて、なんかいいんじゃないですか。ご来店ありがとうございます。こちらで室内履きに履き替えてから下のチャイムを鳴らしてスタッフをお待ちくださいって、すごい、室内履きと履き替えっていうのを読めましたねじゃあこれですかね。いいですか、このままじゃあコン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 つって、あ、どうも、こんにちは、いらっしゃいませ。どうも須藤さん、加藤さん、今回ですね、ちょっとあの撮影の方でですね、ダイモンパフォーマンススタジオさんの方にちょっと来させていただきました。ちょっと時間を合わせてですね、こちらの方に来られたんですけども、今回はその施設内を紹介をしてですね、いろいろこういうものが具体的にありますよというのを撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。こちらがコンディショニングルーム。はい、これはまああれですよね、見ての通りこう体のメンテナンスというかケアをする部屋で、もうリラックスしてもらうスペースのドレッシングルームということでも一応書いてありますが、これは工藤さんどんな部屋なんですか。場所柄的にビジネスマンの方がいらっしゃるので、はい、スーツで着てる方こちらで着替えていただいて、なるほど、トレーニングだったりとか。それいいですね。はい、でこちらがトレーニングスペース、ファンクショナルトレーナーっていう機械なんですけど、普通ジムとか行ってマシンでトレーニングするっていうと、なんかこう座って上がったりとか、足で伸ばしたりとかっていうのがあるんですけど、これはこう取って引っ張ってもらうとケーブルになってるので、いろんな方向に負荷がかけられる。アーム自体いろんな角度に、おお、すごいすごいすごい動くので、ゴルフだったらゴルフの動き、はいはい、今来てもらったテニス選手だったらテニスの動きだったり、基本的なトレーニング、はい、筋肉に負荷かけるようなトレーニングプラス競技に近い動きができるようになってます。来た選手に対してもらったり、あ、そうね、おお、なんかなのでまあ大体この人たちは大体ここでトレーニングして、はい、ケアして帰るんですけど、まあ、帰りちょっとたまるって帰ったりとか、はい、っていう。でこちらがゴルフメインの、はい、僕のやっと持ち場になります。なるほど、はい、そちらが僕全くわない。でこっちは工藤トレーナーと僕の持ち場というか、で、はい、ここでレッスンをしたり、あとは工房、はい、があって、うん、まあ、バッティング、まあ、ここが珍しいかな、うん、これね、はい、があるんで面白いよね、はい、だからざっとこの一列で全部解決できるようにはなってるんで、はい、まだ最初来てもらった、もらうと、まず、いろいろ体の動きをチェック、まあ、ゴルフで来てもらうと、初回全部一回やってもらうんですよ。体のチェックしてもらって、うん、で、ちょっと可動域とかいろいろ見てもらって、うん、で、その間に持ってきたクラブを、僕は、ちょっとデータ取ります。はいはい。で、データは、取り終わって体のチェック終わったタイミングでちょっと軽く打ち始めて、でまあ GC クワットでデータというかボール測定器でカメラに移して、これでスイング回線、あのカメラで撮る、こういうので説明していって、あのいい方向に持っていく、なるほどっていう形で。すごいね、まあ、変だしね、分かると思う、クラブが悪い可能性もあるじゃん。うん、うん、全然ある、まあ。
ほぼほぼアマチュアなんかハードスペック使ってることが多いんで、うん、まあそうなるのはこう、こっちでちょっと解決しちゃいましょうって攻防も、うん、そういうために攻防もあるし、うん、あとは体の動きがちょっと癖づけちゃう、うんうん、ここに上げてここに下ろせって言ったってスピード作ってからだとそういうの直しにくいじゃないですか、うん、だから駆動トレーナーと向こうの部屋に行ってさっきのカイザーっていうので体の動きをチェックして、はいはい、癖づけちゃってこっちで、あでうちは他のインドアと違うのが一人の人に対して二人で行きます。はいはい。なるほどね。でトレーニングの場所とここを結構行き来してもらいます。なるほど。はい、で打ってみて治ってないんでもう一回もうちょっとトレーニングっていうかあのカイザーで確認しましょう、はいはい。っていうパターンなんで、でまあ最後はパターンやって、はい、っていうパターンなんです。なるほどね。はい。結構だから初回70分プランなんですけど。うん結構ギリギリ。そうだよね。そう、クラブ見ながら体見て、打ってもらって、まあ、パターンもやってもらって、全部やってもらうと、まあ、一通り、こういうとこかっていうのを見てほしいんで、それ70分やってもらって。だって、打席っていうか、ボール打つだけで70分でも結構ギリギリだもんね。最初、一番最初だったね。知る時間が必要だもんね。まあ、今、話一通り聞かせてもらったんだけど、最近、俺とトール君も、うんスイングをああしろこうしろっていうよりもここ変えましょうって言ってる、うん、考え方をねゴルフの、ね、そうそうそれだけでもうだいぶ変わるしいや本当そうねでレッスンプロとかだと、うん、まあ自分の理論を結構お客さんに伝えることが多いと思うんですけど、うん、僕ら的には持ってるものをもうちょっと良くするっていうパターンなので、うんうん、スイングをあの自分のスイングじゃないスイングをやらせることはない。うん、なんでかというとやっぱりそうなるとヘッドスピードは直そうと思って落ちるじゃん。うん、そうするとだいたい飛距離って落ちちゃう。落ちちゃうね。飛距離は維持か、うん、飛ぶ方向で、うん、なおかつ、ま、球がまっすぐ行くようにしてあげるには、うん、自分の生まれ持った、ね、骨格とか、うん、スイングっていうのは絶対もうあるから、うん、それをどうやってうまく使っていこうかっていうのがそうだよね。うん、それ大事で、ね、だから駆動トレーナーは結構僕の中ではあの重要で、うんうんうん、やっぱ僕だけだったらスイングに直しちゃう可能性あるんで、うん、プラススピードが落とさないようになかなか難しいから、うん、確かにそうだからそういう風なところは重要だよね、うん、で一般の、ね、人だとトーダウンになることが多いし、はい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 、もうグリップ手が浮くもんね、そう手が浮くからだけど意外と何人かプロに打ってもらったりとか、うん、まあトップアマだと普通にトーアップ、普通はトーダウンじゃないですかね。うんうん、でトーアップになるんですよね。うんうん、ってことは基本的になんかちょっとここがアドレスした時に1枚なんかコインがあるぐらいがいいって言われてるじゃん。うんうん、でどうせ手浮くからプラマイゼロになるって言われてるじゃないですか。うん、俺結構こう当たるタイプだからアドレス、うん、もう常にフラットでいいのかなと。そうだね、そうだね。だからそれもクラブ調整じゃん。そう調整だね。で、トーダウンがきつい人は、うん、もうちょっとそれに最初からあのアップライト気味にしといたりとかもあるし、うんうんうん、そういうところを、まあ、ここにつなげて。そうだよね。だって、確かにシャフトがしなってトーダウンするって言われてるけど、結局手を浮かさないようにプロなんか打ったり、実際浮いてるプロが少ないから、うん、アドレスの時からこうピタって多少くっついてたら、もう問題ないよね。そう、俺もそれはすごい思うんだよね。まあ、あとは、大体来たお客さんはさっきも言ったけど、もうハードなものを持ってくる、うん。自分のクラブね。うん、ハードスペック。最近一番多いのが46インチ D5。やばいね。触れようね。マジでびっくり。もうそしたら、ほぼほぼ申し訳ないけど、ここで解決できちゃうこともある。うん、あなたは悪くないです。うん、46インチの D5 って。いや、やばい、ね。デシャンボーって。うん。うんあの難しいとこじゃなくて、やっぱこう、操作しきれないでしょ。そう。だってマキル今44インチだよ。あ、そう。そう、今44インチなんで。まあ、せめて45.25ぐらいに収めてほしいな。そうだね。そうだね。長くてね。そう。なんで、だいたいバランスが重い。重いよね。ヘッドバランスめちゃくちゃ重いよね。ウエッジとかも。うん。ウエッジともだいたい D4 ぐらい。そうそう、今ね。だいたい言ってるのが、みんなそのぐらいだもん。そう。そうだから、うちは、
工房プラス販売もやってます。うん、なるほど。あ、一応 PXG、キャロレ、テーラーはゴルフクラブ買いますし、うん、シャフトはグラフィットデザイン中心で、うんうん、まあ、それ以外、藤倉さんも購入できるし、うん、基本、まあ、買えないものはないか。一通り、いろんな人に教わってもダメだったっていう人に来てもらいたいな。ああ、なるほど。それはね、もう、ずっとこうやって、工藤トレーナーとひろゆきがずっと本質ずっと言ってれば自然とそうなる。今ワンナップゴルフそうだから。あ、そう。そう、昨日のお客様もそうで、もう10年レッスンやってて、10年やってたのにレッスンやめて、で、ゴルフ始めて12年目、レッスンやめて2年経って、YouTube をずっと見始めて、もう一通り見て一通りやって、でも、その YouTube を見てレッスンに行こうと思ったことはないんだって。だけど、たまたま俺のチャンネルを見てくれて、あ、これは行こうと思って、わざわざ2時間かけて来てくる。そう。そう。だから、一通り何かをやって、でも同じことを本質をずっと言ってると、そういうふうに、もう上辺だけじゃ何も成功しないんだっていうふうな人が絶対来る。もうそれはもうね、絶対だ。だから曲げないで、うん。いうことだよ。いうことっていうか。一回でいいからちょっと受けてもらって、こういうもんだっていうのを知ることがまず大事だよね。そうだよね。今までこうやってきたことでうまくいかないんであれば、何か一つ変えなきゃいけないところが必ずあるわけだから、そういうのってこう、環境の違う場所にね、行くことが大事だからね。これをやった方がいいね。ちょっとざっとなんですけども、ダイモンパフォーマンススタジオさんのこう施設っていうのを紹介していきました。で、次回はですね、いろいろまあ、打席だったりとか、まあ、工房の中身だったり、パターっていうのを、まあ、トレーニングルームとかですね、そういうのを紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。今回はですね、ダイモンパフォーマンススタジオ様の方をちょっと場所をお借りしまして撮影していきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。